水波シリーズ、地方選手権 FS125 クラス見事今大会優勝を飾ったのはゼッケンナンバー43番白木屋カーティングクラブ中原蓮斗選手、おめでとうございます。2番手ゼッケン17番ティームレゴリス柴原陽介選手、おめでとうございます。そして3番手には同じくティームレゴリスゼッケン16番今井正義選手、おめでとうございます。見事優勝を飾りました中原蓮斗選手、そして柴原陽介選手、今井正義選手3選手にシャンパンが贈られます。さあそれでは3選手お楽しみいただきましょう。盛大に行くよ、シャンパンファイト。はい、3選手おめでとうございました。さあそれでは上位3選手にそれぞれ青少のトロフィーが贈られてまいります。変わりまして優勝を飾りました中原選手に優勝賞金1万円が贈られます。それでは地方選手権 FS125 クラス上位3選手での記念撮影です。カメラをお持ちの方、どうぞ3選手記念撮影お願いいたします。よろしいでしょうか。それでは上位3選手に今一度盛大な拍手をお送りください。上位入賞おめでとうございました。